え今回は、えー、そうですねあの相談を受けたので、えー、それについて少しお話ししてみたいんですけれども、うん、どんな内容かというとそうですねまああの具体的な内容はここでは公開はできませんけれどもまあ一言で言うと劣等感ですかね。で、えー、っとまあ劣等感、うん、例えば自分の学歴だとか、えー、っと自分のこれまでやってきたことが。あの そんな大したことないよねとかっていうレベルのその劣等感だとか、うん、なんかそういうものにどうしても縛られてしまって未来に思いっきりこうあのぶっ飛んでいけませんみたいなことなんですけどもこの劣等感、うん、まあ、言葉はなかなかもう最近使わないですね自分自身は。そもそも、うん、劣等感っていうものを概念すらもあんまり自分の中にはないんですけども。えー とそうですね例えばあの目指してたあの受験の時にですね目指して第一志望のところに行けなかったんで常にそこをダメだった過去として引きずってしまってるみたいな人とかあの時々いるんですよね。できればもちろん切り替えていった方がいいと思うんですけどもあのそれなんかこうやっぱり、えー 学歴とかですね、えー、っとそういう自分の成績みたいなものがずっとその後の人生にも影響を与え続けるというふうに思い込んでしまってるからだと思いますのでうんと時間の流れっていうところも考えていけばいいし我々はもう完全にこのコーチングでいうとうんまあ自分自身コーチングをやっててプロのコーチとして。 過去のことは全く関係ない。全く関係ない。0%なんですね。で、未来のゴールにも徹底的に興味があると。そこしか興味がないっていことですね。完全に未来のことを今この状況、まあそこ認識するのはいいですけどね。今こういう状況ですと。じゃあそこから未来のゴールに向けてどうしていこうっていうね。何するってね。どういうふうに考えていくってね。うーん、ということをこう、視点をもう、 方向向性をでですすねね完全にに未来側に向けてしまうんです、ね、えっ、ー、とバックミラーを見ないっていことですね後ろは見ない, <laughs> いや車でいうとう安全を見るためにはバックミラー見た方が当然いいんですけどえっ、ー、と人生においてはもうバックミラーは見ないねえー、未来の方向前だけを見ていくっていうことですね起きたことを振り返ってくよ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 悩んだりとかあの時ああだったから自分はダメなんだとかっていうことはあのもう、えー まあ笑い話としてはねあのいいと思うんですけどそこに引きずられるっていうのは人生としてはもったいないですよねだからこれからの時間をどのように徹底的に有効に活用していくかってことなんで、えー、過去に起きてきたことは未来に対して全く影響を与えないっていうふうにあの完全に思ってみてくださいということですねこれがまさに友美ちゃんカセル,ルータイスのメッセージですこのコーチングを学ぶというのは完全に未来志向になっていくということですね1ミリでも、 と、劣等感になるものが、こう、上がってきたらですね、ああ、これは過去思考のも、ものだねということで、どんどんゴミ箱に捨てていった方がいいと思います。えー、で、もう一つですね、未来思考に,になっていくために、この、まあ、劣等感ではないですけどね、状況が悪い、環境が悪いとかね、なんか条件が悪い、自分がまだ全くそういうものを持ってないということに対する、 ネ,ネガティブな思考はどうしたらいいんでしょうかみたいな質問も時々来るわけですね。これはだから未来に向けて今全く自分は何もないんですけど能力もなければスキルもないし知識は今一生懸命本を読んでるけどまだまだ追いつかなくてみたいなねでそういう方はですねあのどんどんそれをやり続ければいいんですね。条件が悪いいとかあの常に苦しい状況で、えー 全然解放されないんですけども全然それが解決の方向に全然向かないんですけどっていう方でもそれがまさに壁にぶつかっているというのはあのまさにゴールに向かって、えー、活動している証拠であり、えー、っと苦しい状況を認識するってことはあの自分がいる本来の場所ではないという現状に対する不満ですからやっぱりゴールに向かっている証拠ですよね。 エフィカシーを逆に上げた方がいいです。壁にぶつかってんだったらエフィカシーを上げる。苦しい状況であるんだったら、理想的なというか、自分が目指すゴールのイメージをとにかく強くして、何が、なんでこういうところに自分はいるんだろうと。なんでこういう状況に陥ったままになっちゃってるんだろうと。どうやったらゴールに向かうんだろうってことをこの瞬間から考えるってことですよね。えー、っと、まあ、この壁にぶつかっている状況、なかなかもう日も幸もいきませんという状況であれば、まあ、 やった成長のチャンスだと思った方がいいですで。どんどん成長しているぞと思った方がですね日々壁を越えたらまた壁になりましたっていうのはもう最高に成長している証拠ですよね。ということで、えー、と自分が成長しているということを逆に誇らしく思いエフィカシーを逆に上げていくでエネルギーはあの弱めずにゴールに向かうエネルギーに徹底的に活用していけばいいんですよ。くよくよ悩んんだりうーんとまあ ネガティブな言葉を吐き出したいとかね、えー、愚痴を言ったりする時間があるんだったら、とにかくもう建設的に未来思考に行くっていうことですね。時々吐き出したいんですけどって言ったら、まあなんか別の発散の仕方があるんじゃないですか、趣味とかね、えー。そういうもので発散していく。やりたいことをどんどんやっていくっていうことで、どんどんこう発散していく。やりたいことを、やりたくないことをやってるからストレスがたまる。やりたいことのために向かっていく活動は全てやりたいこと、ワントゥーのはずなので、 えー、そこをですね自分の中でうまくあの切り分けていけばできると思います。ということで是非劣等感とかっていう言葉を久しぶりに使ったんですけれどもあのそういうものかそれは過去思考のモデ,モデルだから全部あの捨て去ってくださいで条件が悪いとかあの過去こういう状況だったとか生まれが悪いとかなんかそういうのを含めて、えー、っと全部成長する機会だとチャンスだというふうに捉えていくってことですね。 で壁にぶつかり続けてんですけどっていう場合はあの成長している証拠だと思って何て言うんでしょうエフィカシーはとにかく上げ続けるっていうことで、えー、マインドをうまく使っていきましょうということですね。で今日のワークそうですね、えー、今壁にぶつかってるとかねうまくいかないことの連続なんですけどっていう状況を客観的に認識し えー、この壁を乗り越えたら大きく成長しちゃうなってね、えー、どんどん成長していくぞでどんどん成長している最中だぞっていうことをぜひセルフトークに上げてみてくださいえー、っともう苦しい状況に追い込まれてれば追い込まれてるほどそれをですね、えー、エネルギーに変えていくということですね最高だとこう来るかと <laughs> じゃあこれを乗り越えるぜっていうね そういう言葉であのー、ねもうどこかで必ず乗り越える方法を見つけるぞとねどんどん成長しているぞっていうふうにね自分に言い聞かせてくださいそうしてエネルギーを未来に向けていくってことでこれを、えー、あのワークとして取り組んでみてください、えー、現状の外側にゴールを設定しているってことはもうすでにあの課題だらけだっていうことですからね いや壁を感じませんけどって言ったら、いやいや、本気になってそのゴールをイメージしてください、そうすると現状に対する不満はもうたくさん出てくるはず、でそのそのエネルギーをー未来に向けていくわけですから、これもこれもしたくなった、あれもしたくなったっていうエネルギーに気がついたら変わってるっていう状況を作り出すということなんで、まずは、えー、とそういうところですね、えーと、しっかりと自分の中でへこまないマインドを作るためにも、ぜひ。 えー、壁にぶつかってるぞと、ここはなんとか超える。え絶対超えるに違いない。ね。超えていくんだから自分はどんどん成長していくぞ。すでにもう成長しているぞっていうふうに自分にセルフトークして、えー、日々、えー、やってみてください。えー、今日は以上です。ワクワク様でした。